瑞穂町の小学校では、学校の裏山で田植え体験が行われました。田植えは食について学ぶ食育の一環で、この小学校では収穫までのすべての作業を児童が行っています。瑞穂第五小学校は狭山丘陵に面し、豊かな自然に囲まれています。田植え体験は学校のすぐ裏手にある田んぼで行われました。学校のすぐ裏山、この辺りはもともと水田があったそうなんです。今日は雨が降ったり雷が鳴ったり、そしてまた晴れたりと忙しいお天気でしたが、子どもたちは楽しそうに田植えをしています。田植えに挑戦したのは小学5年生と6年生の児童たち。各学年に1クラスしかないため、2学年合わせてもおよそ60人しかいません。雨でぬかるんだ田んぼに足を入れて、この表情。戸惑いつつもぬかるみの感触を楽しんでいるようです。田んぼに張られたロープに沿って一列ずつ丁寧に苗を植える児童たち。時折激しい雨が降る中、あっという間に終了しました。さて、子どもたちの感想は。田植え楽しい？はい。何が一番楽しい？田植えの。田植え、ドロドロになって、泥遊びに。やっぱ泥が多くて気持ち悪いですね。ちょっと痒くなります。こんなドロドロになること普段ないんですか？ない。今回植えたもち米は秋にまた児童らが収穫し、お餅にして食べるということです。